毎日新聞グループホールディングス毎日、新聞社毎日新聞大阪本社毎日、新聞中部本社株式会社毎日新聞社は、全国紙、毎日新聞を発行する日本の新聞社。また、選抜高等学校野球大会のなどのスポーツや、文化事業の企画開催も行っている。現在は、持ち株会社毎日新聞グループホールディングスの子会社となっており、 2021年からは、節税対策のための原資により中小企業となった。大阪毎日新聞と東京日日新聞を源流とする。1970年代までは本社と本店を大阪に置いてきたが、その後経営悪化とそれに伴う経営改革により、本社、本店を東京都千代田区に移転した。 有価証券報告書及び決算広告から作成近年、新聞社は出版機能を関連会社に移行させることが多くなっており、毎日新聞社も2015年4月1日に毎日新聞出版を設立し、出版部門を分社化した。この他に関係出版社として株式会社マイナビがあるが、資本的、業務的関係は薄まっている。ただ、 マイナビが出版する雑誌や新聞の一部を毎日新聞販売店で取り扱うこともある。下記は個別ページを持つ現役社員一覧ここに記載するのは毎日新聞社の子会社及び主要関連企業である。毎日新聞グループホールディングス参加のスポーツ日本グループ、東日印刷グループ等は含まない。各種メディア事業、不動産事業、印刷事業ほか、 東日印刷グループが東日本の大半を高速オフセットが関西圏での大半の印刷業務を行っている。販売、輸送、折り込み広告、広告、その他現在、毎日新聞グループは TBS 及び系列各局と資本関係はほとんどない状態であり、友好関係は続いているもののグループ企業には入っていない。毎日新聞社が 三和グループに所属しているのに対し、TBS ホールディングスや TBS テレビは三井グループに所属している。マスメディア集中排除原則において支配に当たる10%を超える議決権を有しているものとして公表されている地上機関放送事業者を挙げる。ウィキニュースに関連記事があります。毎日新聞が共同通信に58年ぶり加盟両者が包括的に提携。 ありがとうございます。